こりゃチャンスってやつだな。プレゼントよ。追撃する。どうかしら。まだまだ。冒険には障害がつきものってな。まあ魔物退治なんて朝飯前ってことだ。よし、素材を見つけたぞ。やったね。よし、採取成功。うまく取れると気持ちいいよね。採取物のサンプルはもう十分よ。他のことを調査しましょう。さあ、どこに行くのかしら。調査も楽しんでやらないとね。さあ、何から始めるんだい。一丁上がりだよ。これ以上持てないよ。やったね。ほら、これでいい。私も手伝ったんだから、今度はあなたたちもよろしくね。やあ、先手を取った。行くぞ。俺も行くよ。おまけよ。まだまだ。ガラ空きだぜ。ま、楽勝だよな。先手を取った。行くぞ。当たって。丸見えだ。もう一丁。おまけに。まだまだ。時間が無駄だわ。行きましょう。
皆さん、行きましょう。行くぞ。これでどうだい？まだまだ行くよ。当たってくれ。ほらよ。もう一回。えい。プレゼントよ。時間が無駄だわ。行きましょう。冒険には障害がつきものってな。まあ。魔物退治なんて朝飯前ってことだ。さっさと終わらせるぞ。こっちから行かせてもらうよ。ビリビリしびれちゃいなよ。下がります。んじゃ仕事しますかね。その身で味わいな。あら、当たってくれ。あとは頼むわ。交代です。どうぞ。任せときな。
これから。奥まで来ましたね。静かに。急にどうしたんですか、ロジーさん。こっちに何か近づいてきてる。やばいのが来るぞ。当たってくれ。抜けなさい。それ
番だな。熱いぜこいつはよ。やってやるさ。ヒャッ！そこ！ヒャッ！決める！もらった！これでどう？私に任せて！これでどうだい？まずいな。徹底的にやってやるさ。ヒャッ！そこ！ヒャッ！決める！もらった。また後でね。任せといて。圧倒的な火力、存分に味わいなよ。はあ。おまけに。こんなデカブツがいるとはな。気をつけて進もう。あれ？こんなところに何か落ちてる。何でしょう、これ。何かの石板に見えるけど、何だろうな。とりあえず拾っておきますね。そんなに重要なものだと思えないけど、本当に持ち帰るつもりなのか？まあまあ、ちょっと気になるじゃないですか。さーて、お目当ての物が見つかってくれる。一丁上がりだよ。これ以上。細かい仕事は苦手なんだ。まあ人並みにはやれたと思うがね。
よし、どこに行く？見てください、この辺りちょっと変じゃないですか。確かに水が枯れ始めてるな。詳しく調べてみよう。やっぱり少しずつ水が濁ってます。時々変な匂いもするし。湧き水の量が減ってるんだ。そのせいで水がちゃんと流れずにここに溜まるようになったんだろう。溜まったままの水はだんだん質も悪くなっていく。そうですか。村の水が枯れ始めたのもこれが原因なんでしょうか。どうだろう。村の問題はここの水が枯れていることが悪いのかもしれないけど、答えを追っても追っても一番大きな理由がわからないですね。湧き水の量が増えれば状況も改善できるかもしれないけど、根本的な解決はできないだろうな。問題が大きすぎてちょっと工夫するくらいじゃダメなんでしょうか。せっかく錬金術を使えてもこういう時に何もできないなんて。戻ろう。これを俺たちだけで調べるのは無理だ。資料をしっかりまとめて危険な状況だと班長に報告する方が先だな。わかりました。本当にどうにもならないのかな。先輩たちに負けないように頑張ります。まずいな。当たってくれ。プレゼントよ。まずいな。当たってくれ。いつもこれならいいんだけどな。また一歩前進だね。絶対に結果を出したいわね。時間の無駄になるのは避けたいから。